ノースチャイナデイリーニューズビルは中華、人民共和国上海市ワイタン地区に位置する新古典主義建築のビル。ワイタン地域の建物は区画番号で呼ばれることもあり、この場合、ワイタン17号と呼ばれる。また、東中山寺の下にもなっており東、中山路1号と呼ばれることもある。現在は AIG の支者であるアメリカ UFO 保険が入店しており、 アイアビルと呼ばれることもある。建築されたのは1924年であり、当時上海で最も高いビルであった。このビルの建築は、上海で英字紙を発行していた、ノースチャイナデイリーニューズが1921年に始めた。設計と建設は、新聞社のオーナーであったヘンリー・イ、e、ー・モリスの弟で、あるゴードン・モリスが設立したレスター・ジョンソン モリスが取り行った。このビルは1923年の6月に完成し、1924年2月16日に引き渡された。また、このビルには、新聞社の他コーネリアス・バンダースターの設立した AIG の前身であるアメリカン・アジアティック・アンダーライツが入居していた。第二次世界大戦期の日本の上海占領期には、法ジ士である大陸新報社が使用していた。 第二次世界大戦で日本が敗退し、国境内戦で中国共産党が勝利を収め、1949年に上海を占領すると、ノースチャイナデイリーニュースは、その2年後の1951年に営業を停止し、ノースチャイナデイリーニュースビルは、上海市によって差し押さえられた。1998年、AAU の後に成立した AIG の視点である、 アメリカ国際保険がこのビルを買い戻し、現在も経営を行っている。ノースチャイナデイリーニューズビルの正面図、ノースチャイナデイリーニューズビルは、鉄筋コンクリート作りであり1階から2階は、三陰石で外壁を覆っている。また、新古典主義とルネサンス的な要素を持ち合わせている。敷地面積は1043平方メートル。ありがとうございます。